あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。次は第2ステージかな。はい、おじいさん、マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。いいなあごまさりとひよう、いいなあごまさりとひよう、きえい、ポン。さあ行くぞ。お、全然担げてなかった。てかね、今までじっくり見たことなかったんやけどさ、ほら床ピッカピカなん分かる？掲示板とか映ってんだよ床に。すごいよね。とか言ってたらもたつく。はい、ってことで今回は砂漠エリアの第2ステージ石の回廊。アイテムがアームショット、ブーメラン、空気壺。手に入る材料はヤシボックリと秘伝の反物。秘伝の反物欲しいね。じゃあ今回はブーメラン集長で。武器にブーメランあるしね。石の回廊1。だから私がブーメランを。ブーメランを手に入れた。他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。で、これが、アームショットを手に入れた。Y でアームが伸びるぞ。プレイヤーに向けて撃つと、プレイヤーに向けて撃つと、こうだ。引き寄せられるんだね。よいしょ。空気壺を手に入れた。Y でいろいろぶっ飛ばせ。ぶっ飛ばせってことで、なんかそこにね、砂の塊が。これ前回ね、水か空気壺やった。お、なんか出てきたんだけど。でもってなんか台座があるから多分ここにはめるのだろう。おー、きっちりやらなくてもなんか自動的にスススススって言ってくれる。ん？踏めてないぞそこ。へい、イエーイ。いやー順調だな。まあまだ始まったばっかなんだけど。お、あれは、いやちょい待って、空気壺がいるんだよ。空気壺でとりあえずこの砂の塊は消していっとこうか。ん？こいつ空気壺じゃねえし、ブーメランだし。は、何もない。あー待って怖い。いやーちょっと待って。ここは足取られるやつだ。やばいっすね。なんか吹っ飛ばしちゃった。いや、待ってってば。よいしょ。怖い。ここにも。お、また出てきた。てかちょっと待って、ハートが微妙に減ったんだ。回復したいんだけどないのかい。あ、やばい、落ちる。回復したいんだけどないのかい。あれはどこにはめるんだろう。はめるとこないんだけど。あ、間違えちゃった。吹っ飛ばしちゃった。まあ、いっか。ね、はめる場所ない。向こう側とかかな。とりあえず2人に来てもらおうか。あーやばいやばい。危ない危ない。でこっちまで来たのはいいんだけど、あれが多分いるんでしょ。だからこれも一緒に持ってって、向こう側なんかな。でとりあえずこれ向こう側に飛ばそうか。とうわびっくりした。ーちょっと待って、やばい。あ、元の位置に戻るんやね、あれは。いちいち遠くに移動しなくてもいいじゃないか。ちょっと待って。よいしょ。これで向こう側にポイッと飛ばして、こいつもポイッと飛ばして、で、引き寄せれるよね、多分。あ、あ、待って。よし、オッケー。来た来た。全然オッケーじゃないよ。青の扱い。オッケー。んで、あと、あ、あっこの上に乗せるとこある。あっこの上に乗せるとこあるから、これで、ちょっととりあえず、順番に、踏みつつの、あれ？こいつ上行ってないじゃん。よいしょ。んで、こいつも、ガン。で、これを、ほい。オッケー。お、もう進める。
もうあとはトライフォースに乗ればいいだけだね。やった今回の第一ステージ。あ、でもだいぶ体力減ったね。ちょっとハートがあるんなら回復を、回復を。これは空気壺じゃないとあれか。よし、ちょっと回復しといて。あっ、ここなんかあるんかな。ねえ、なんかちょっと普通よりもデカめの砂のか、こいつじゃねえわ、こっちだこっちだ。よいしょ。あ、この子砂の中に埋もれてた、かわいそうに。ねえ、回復させてくれるんだよこの子は、優しいよね。あー、爆発しちゃった。よし、じゃあ満タンになったとこで進んでいきましょう。あ、進めない。よし、はっ、石の回廊に2で、ここは何があるんかな。あ、これ待って、アームショットのやつだ。アームショットのやつだから、あの、あいつが一番上に来なきゃいけない。こうか、こうやってこれでしょ。痛そうよね、なんかバンって。で、向こう側にスイッチとまた置物あるな。あ、あっこ、そっちか、そっちか。これに捕まろうと思ったんだけど。お、これで、これで残りの2人は楽してこれるわけだね。あ、やば、弓矢が飛んでくる。ちょっと待って、え、これどうやって行けばいい。一本道なんやけど。え、これは、あ、ちょっと待って、これは、あ、ほら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 、これでよっ、あー、ちょっと待って待って、調子に乗りました、すいません。これで塞げる。前になんか要塞エリアでも同じようなのあったよね。あ、ダメだこれ、持ち上げ、空気壺で飛ばしたらいいのか。空気壺で、ちょっと待って、回復のない、ハートないわ。これで飛ばしながら進んでいけば、お、いい感じ。はい、塞いだよ。こういうのね、要塞エリアであったよね結構。んで、あれはもういらんのかな、いるんかな。とりあえず、あー、待って待ってって、待ってってば。ちょ、進みたい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。怖いって。割れたよ。あれ？ちょっと待ってね。で、空気壺。よいしょ。この辺なんもないんかな？あ、待って。やばい。何こいつ。へえ、気持ち悪いんだけど。もうそういう虫型のモンスターやめようよ。よいしょ。ハートか。え、これは。待って、早いんだけど。怖い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 。待って、あれ使えない？さっきの。こっちゆっくりだから一人で、一人でっていうか、何もなしで来れたけど、あっち側もさ、もしかしたらこの弓矢止めてるやつみたいに。使えたりとかするんではないのかね。よいしょ。どうやろう。あ、待って待って、向こう側行っちゃった、向こう側行っちゃったんだけど。余計速くなっただけじゃない。これはもう、これはもうダッシュで行くしかない。ダッシュでも行けねえわ。え、待って、あれどうしよう、なんもできんくね。こう。あっこで掘り投げちゃ、掘り投げるのは掘り投げるんだけど、向こう側まで行っちゃったらダメなんだね。石の回廊に。とりあえず、せき止めに使えるということは、あ、そうそう。せき止めに使えるということは分かった。よいしょ。あ、ハート。んで、あとこれを、待てよ、おい。あ、そっか、またあっちみたいに空気壺で飛ばしていけばいいんじゃん。
ってことだから、こんな感じで。でいいんじゃんね。何を、何押し返されたよ。ここまでは押し返されるの？なるほど、なんか知らんが、そういうのもあるんだね。てか結局これ潰れるじゃん。待ってよ。何事なの？ちょっと待って。これ、もうちょっと向こうに。いや、押し返されましたけど。よいしょ。いや。待とうか。待ってって。余裕で押し返されたって。どういうこと？てか、マネビトも使えるんだな。使えるっていうのもあれだけど。いや、待って、持つな。待って、持たれても困るんだよね。これ、ポイってやるじゃん。そこじゃなくって、よいしょ。これで、あれ、さっき行けたのになんで行けなくなったの、急に。あの上だったらダメってことか。この線の上はダメってことかな。なんかわからんけど。ぽいね。そうっぽいね。なるほど。線の上だったら、スーって動いちゃうんだ。レールみたいな感じってことかな。で、この上置くとこある。置くとこあるってことは、やっぱり回収はしなきゃダメなんだ。これでさっと回収できないかい。どの辺？この辺？ダメだ。どうしよう。どうすればいいんだ。確実にダメージはあるということかな。この子には犠牲に。よし、これで。向こうの方にしすぎたんかな。じゃあちょっとこれを。重くて持ち上がらないけれど。よし、これで。あと、よいしょ。で、これも、はい、あげる。で、あと、ここから。OK。お、いけた、よかった。ここで死ぬかと思った。いや、一回死んだけどさ。これで。おーし。まだステージ2か。長いわ。長いよ。石の回廊3。3。なんか揺れてる。揺れてるよ。で、これあるんだけど。あ、待って。これそっか。トーテムしてるのと同じことになるのかな。これで、2人分の重さになるから、待って。なんかいる。待って。怖い。ちょっと待ってって。いや、怖いって何？なんか知らんが一気にやっつけちった。で？ちょーい。あっちに渡っていかなきゃいけないんじゃないの？ちょっと。ん？なんかあれ真ん中。あの真ん中を使って何かができないものか。あ、てかこれ軸あるから大丈夫だね。で、そうだよ。ここ渡っていけないんだって。これ真ん中からさ、ポイって渡せたりは。なんか乗ったんだけど。乗った。乗ったってことはもうこれ、あとは人は普通に。なんか安定してる。安定してるよ。ってことはもう普通に人は渡っていけばいいということかな。待って、怖い。で、あとブーメランで回収。オーケー。ってことはこれも？どの辺？怖い。何？この赤い部分。赤い部分もなんかあるの？で、ちょっと先にこれを向こうに渡しとこうか。じゃあ。行った。行ってない、落ちた。そこに戻るんだ。なぜそこに戻るの？セーブポイントかなんかなの？これで大丈夫？ぽいね。でもこれ、あと渡っていくのって。この場所で空気壺？厳しくないっすか。
厳しくないっすか。でもそれで行くしかないんか。怖いね。でしかも向こう側に、ごめんね、向こう側に渡ったとして、向こう側に渡ったとしてすぐに切り替えて、なんか安全な場所があるんかどうかもわからんけどね、すぐになん、え、待って待って待って、あの周りの黄色い部分に当たってるってことか。いや、あと2個しか体力ないんだ、あと2個しか体力ないんだ。あの、やばいやばい。え、待って、え、なに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 、穴から出てきたんだけど、何してんのこいつら。ちょっと私がせっかく取ったさ、ハートを減らさないでくれるかな。この辺か、あの黄色い部分に当たっちゃダメなんだね。ってことでこっから、え、ダメじゃん、いけないじゃん。え、飛べないのもしかして。え、飛べないの。ちょっと待って、もう一回もう一回、う、もうそっち側行った、マジっすか。あ、待って待って、あ、安全な場所ある、安全な場所あるよ。ってことだからもう一人も早く、でもこっち側からやるのはまたなんかちょっとリスキーな。こっちから普通に飛ばしたいんだけど無理なの。はい、なんでそこ落ちるの、何何が引っかかってんのそこ、怖いんだけど。ちょっと待ってね、この辺から、あ、いけたじゃん、いけたじゃん、余裕でいけたじゃん。ほい、で、あとこれを先にちょっと回収しといてからの、回収しといてからの赤を、はい、来い、お、おー、いけた。あっち側にも足場あるね。待って、で、で、あ、ちょっと待って、これ、あ、あっこに台座ある、あっこに台座あるんだけど、どうしたらいい、どうしたらいいんだこれ。あ、22にしてちょっと傾きを調整すればいいんではないかね。もうちょっと、あ、行った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 はいいんだけど、早くちょっと緑緑緑緑、待って、怖い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 、落ちる、あー、危なかった、超危ない。これで、え、でも次ステージ3だけどさ、もう体力2しかないんだけど、回復あるかな。石の回廊4、十分あるか。お、よかった、ハートだ、ハートをちょっとできるだけ、ん、もしかして全部ハート、お、やったね、ない、あ、よかった、全部ハートだった、1個だけ何もなかったけど、お、あ、びっくりした、前にせり出す、これボス、デブ。え、てかこの場所もあれ？床が揺れ動くタイプの。せっかくブーメランので来たから、ブーメランで攻撃したいんだけど、当たるのかな？あ、なんか止まってる。は、真ん中にいたらとりあえず大丈夫だと思うんだけど、当たんねえ。ちょ、いや、なになになに？あ、なんかこん、なんかピヨってるピヨってるピヨってる。待って、回復したし。この辺からだったらとりあえず、え、やっつけちゃった、え、やっつけた、やっつけたよ、え、なになになに、まだ終わってないの、なんか来た、なんか来た、なんか来た、え、なに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 、ハート、ハート落としてくれた、ありがとう。え、待って待って待って、ちょ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 、写真写しちゃった、写真写しちゃった、何あれ、あ、おも、おもり、さっきまでなんか私が一生懸命運んでたやつじゃん、何持ってきてんの。待って、ちょっと待って、当たんなくなっちゃった、当たんなくな、あ、当たった当たった、あ、よかった。待って待って待って、何、デブいから飛ぶの必死じゃん、うお、あ、なんか怖い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 、これ待ってって、ちょ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 、お、いけた、いけたよ、あー、よかったー、めっちゃルピー出てきたけど、この場所不安定だから拾いにくそう、絶対全員では拾えないタイプのやつじゃね。おお、さっきまで運んでたやつじゃないか、めっちゃでかい、何、スフィンクス的な感じかな、
守り神。おし、一人ずつ当たった方がいいんかな。いや真ん中取ったら大丈夫でしょう。オッケーオッケー、安定安定。あーよかったー、クリアー。これでは、おーし、な、お綺麗だねここ。なんかじゃあこれ、ヤシボックリを手に入れた。ヤシボックリ、あの一番右の何だったっけな。はい、石の回廊クリア。いやーよかったー。あ、一匹減っただけで済んだんだね。オッケー。あー、そうそう、こんなところで写真撮っちゃったんだよ、傾いてる時に。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あー、もうなんか今回は絶対ダメだと思った、あのグラグラする床。